私は結婚して半年、そして3ヶ月前に流産しています。その時もそうだったけど、思いやりが全くないうざとめ。電話が来てつい出てしまったのが悪かった。そして、そろそろできるはずでしょ？まだなの？流産のこともだった。けど、もしかして、あなたに原因があるんじゃないの？と言われました。止めには、言ってなかった。けど、前回は、双子妊娠の中でも類を見ないほど稀な。生まれる確率が何百億分の1というケースだった。何度も旦那が閉めても、別居しても変わらない止めに言い返しました。おぎぼさんが欲しいっていう気持ちの何百倍もそう思っています。いい加減にしてください。別居してもまだわからないですか。そんなことなら、たとえ生まれたとしても合わせません。と半分泣きながら言いました。すると、合わせないって、息子ちゃんの子供よ。そんなことはさせないわよ。と言い返されたので、私と旦那の子供です。おぎぼさんには関係ありません。今日この瞬間から、私たちはもう無関係です。他人です。二度とお会いしませんので、連絡もやめてください。と言って、電話を切って、すぐに線を抜きました。旦那にも顛末をメールしたら、それでいい。今まで辛い思いさせてごめん。実家には、電話して、俺も同じ気持ちだって言って縁切ってくる。と返事が返ってきました。個人的にはスカッとしましたが、ムカだったらごめんなさい。